Хорошо. まず今日大礼という敗戦という結果だったんですけど、その結果に対して一番感想をします。まあ、こっちにもチャンスはあったし、まあ、あっちにもチャンスはあったんですけど、その入れていれば負けることはなかったですけど、まあ、そこが入れられないっていうのが今のうちの力かなって正直にその受け止めてます。選手自身は今日自身のプレーというのはどう感じていますか？前半はうまく起点になれたかなと思ってよかったんですけど、やっぱ後半にもそれを続けれるように今後はそこを取り組んでいきたいなと思います。プレーとしてはどういったところ